の角度は30度。どうもゆきりんです。そしてたこちんです。久しぶりだね。本当になかなかずっと会えなかったもんね。そうなんですよ。全然会ってないね。本当に今日はですね、まあ、そんな感じで久しぶりに会ったんですけれども、たこちんのチャンネルが3ヶ月になりました。どうですか、慣れましたか？あ、ちょっと編集できるようになってきて、うん、おお、嬉しい嬉しい。今日はですね、そんな感じで自粛中にね、いろいろ編集とかをかこちんがねすごい勉強してたので、一緒にやりたい企画があります。何かというとですね、じゃん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 でねー、はい、ということで今回ですね、ちょっと私は色違いの白い PC を使って、かこちんにはこちらのピンクの PC で一緒に動画を撮って、この同じ動画を私とかこちんで編集したらどんな感じになるのかっていうのをね、うん、やっていきたいと思います、うん、わーい、イエーイ。ピンク似合うね。かわいい、かわいいです。似合う。かこちんがね、なんかコメント欄とかを見ると、結構ね編集がね上手とか面白いとかって書かれてて、それをね間近で見たいなと思いました。あーやだ。ちょっと緊張した。じゃあ今からですね、早速動画を撮って、その後1時間編集をねそれぞれやっていきたいと思います。じゃあ動画撮りますか。はいはい、それではレッツラゴー。はい、ということでね、今撮りました。あんな動画でいいんだろうかね。でもまあギュッとしてね、短く、ね、短く見せるにはちょうどいいかもしれません、はい、確かに。じゃあですね、それぞれ編集やっていきたいと思います。頑張ります。はい、ということで2人とも編集終わりました。どうですか、自信のほどは。自信のほどはちょっと時間がちょっと足りなくて。あ、確かに、いつもより雑雑簡潔になっちゃった。あ、まあ確かに、うん、1時間っていうね尺の中でやるってなると結構やっぱ難しいよね、うん、じゃあ早速見ていきたいと思います。まずは各地の方から。今日超頑張ってたよね。頑張りました。の角度は30度。どうもゆきりんです。そしてかこちんです。今日はですね、唐突に決まった企画なんですけれども、はい、1分間で顔にどれだけポストイットを貼れるかっていうギネス記録に挑戦していきたいと思います。ギネス記録が58枚なんだって、うん、なので、うん、うちらで頑張ってそれを超えていきたいと思います。でも1分間で58枚ってことは1秒につき1枚貼ればいいから余裕なのではって思ってます。でもなんか、あ、58枚なんだってちょっと思った、うんうん、頑張ろう。頑張りましょう。頑張ります。かわいい、これかわいい。じゃあいきます。ポチ、始まった始まった始まった。あ、やばい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 。運動会だよね、うん、運動会。何してるんだろう。やばい、笑っちゃった。うん、うん、取れる。あー、取れちゃった。あ、今10秒だ。改めて見てめっちゃ変なんだけど。うん、うん、はい、ということでつけました。喋れないね。うん、変わりましょう。1、2、3、4、すごい、ちゃんとあの YouTuber らしい、こうツツツツツツツって16、すごい、すごい、負けました。いや、なにこの勝負で。余裕なのではって思ってます。あ、58枚なんだ。でもなんか個人的にこうすれば良いということがあって、これをこれ取っていくんですよ。ここでこうやってやっていくと早い。え、もういいですよ、攻略法はいいです。はい、ということで、はい、今回はですね、ポストイットを顔に貼ってギネス記録に挑戦できるかってことだったんですけれども、2人ともすごくヘボい記録を出して終わりました。はい、それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。お、ご無事のエンディングですね、これは、うん、終わりです。なんか全体的にほのぼのしてた。音楽も可愛かった。うるわー、うるわー。じゃあ次は私の、はい、姉さんの見せてください。でもいつもの動画とね、やっぱあんま変わんないなって思っちゃった自分で。確かになんか過去チンチャンネルのゆきりぬはあんまりなんかまだないじゃないですか。でもなんかゆきりぬチャンネルのかこちんのこういうコラボはなんかよくあるから、確かに確かに見慣れた感じでもありますよね。ね、それはあるかも、うん、は
はい、拝見します。ピースの角度は30度、ノムキリヌです。そしてカゴチンです。今日はですね、1分間で顔にどれだけポストイットを貼れるかっていうギネス記録に挑戦していきたいと思います。でギネス記録がね、一応58枚なんだって、うん、うちらで頑張ってそれを超えていきたいと思います。じゃらーん、全然ポーズになってくれない。ここがすごい可愛い。あー、来た来た。今日はこれでやっていきます。 YouTuber だ、すごい。で、いくつら5。じゃあ行きます。ポチ、始まった始まった始まった。あ、よくないわ、これ。やばい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 。めっちゃ動く結構。あー、待って、粘着力やばい。待って、これをこうやって持ってやると早いよ。あ、髪の毛についちゃう。あ、もう何してるんだろう。取れる取れる。あー、取れちゃった。あ、10秒だよ。終わってしまった。はい、ということで、つけました。喋れないね。頑張りましょう。始めます。早送りしたんですね。ここそう、早送り。16。すごい、負けました。いや、何この勝負。1時間だったら早くいけば。全然できなかったね。でもなんか個人的に、うん、でここでこうやってやっていくと早い。え、もういいですよ、攻略法はいいですよ。はい、ということで、今回はですね、ポストイットを顔に貼ってギネス記録に挑戦できるかってことだったんですけれども、2人ともすごくヘボい記録を出して終わりました。はい、それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。結果がかわいそうだなって思ってくれたら、高評価を押してくれると嬉しい。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、バイバーイ。面白いくだりがいっぱいあったのに出られなかった。そう、でしかもなんか、あれでしたね、使ってるところを2人ともほぼ被ってました、ね。ね、主要なとこだとやっぱそうなっちゃうよね。そうですね、はい、ということでね、今回はこちらのパソコンを使って2人で編集をして未再考をしてきたわけなんですけれども、いかがでしたでしょうか。どうだったか、こっち。なんか普段使ってるパソコンと違ったんですけど、うんうん、書き出しとか早くて。あー、確かにね、書き出しは良かったね、うん、結構、うん、あとパソコンのさ、起動するのもめっちゃ早くなかった。ポチってボタン押したら割とすぐ起動してくれて、操作がすごいやりやすかったなっていうのは個人的に思いました。で、結構さ、色もさ、可愛いよね。本当どっちも、白はね、男の子が持っててもすごいかっこいいし、女の子でも持ちやすいかなって思いました。で、今回ですね、こちらの編集に使用したパソコンはプレスティージ14っていう種類のパソコンなんですけど、結構ね、持ってみて分かる通りすごい軽いんですよね。で、約 1.3kg なんだって。カバンとかにも普通にポンって入れれるから。確かに、そう、持ち運びにめっちゃ便利。これはね、片手で入れれるっていうのがめっちゃすごいよね、うん。で、こちらはですね、第10世代のインテル Core i7 の10710U CPU っていうのが入ってて、それから NVIDIA 1650MAX9GPU っていうものが内蔵されているので、結構編集ってすごく重いんですよ。作業的にも PC に負荷がかかりやすいんですけど、それもね、結構さらっとできちゃうぐらい操作スピードもすごく速くてやりやすかったかなと思います、うん。はい、ということでね、今日の動画はこれで本当に終わりになります。2回もエンディング見たからね、うちら。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ動画が面白いなと思ってくれたら高評価よろしくお願いします。で、それからこちらの PC についての詳しい内容は下の概要欄にあるので、ぜひチェックしてみてください。カコチンのチャンネルも貼ってきます。それではバイバーイ。